もありがとうございます。ニニニットです。久々の、ハリオ祭のスポンジ交換です。このピンクボタンちゃん、八つボタンのね、ブラザーのこのピンクボタンちゃんの編み状祭を、編み状祭じゃなかった、ハリオ祭をね交換しようと思って、この子です。これノンアルコールのね、ウェットティッシュでちょっとさっと拭いて拭いとこう。この子なんですね、ピンクちゃんです。それでこれ私いつもね、あの外でこの劣化したスポンジ、外のあの土の上でね、あのもうただのあの油を吸ったスポンジなので、あのマイナスの、太めなマイナスのドライバーでガー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 っと、あの大半は取れるだけは、あの立ってこうやって持ちながらね、こうゆる、あのこうねじれないように持ちながらやるんですけど、今日これを試してみたんですよ。例のあのこういうね、グレープフルーツをくるくるくるってやる、これがね、あのもう1回目の外でこう取るのでも、このカーブがあるのと先が尖ってるのと、あとこうしなるんですね。よく取れるのにびっくりしました。でこの両サイドにどうしても残りますよね。それはね、このウェットティッシュでこうやって濡らしておいて、で自分の方に向けた側をこうやって、でまた向きを変えてっていう感じでね、やったらかなりこれ劣化してたんですけど、綺麗に取れました。でこれからまたこのキャップを外すのをやってみたいと思うんですけど、これで固定します。それでね、このもう慣れた作業なんで、この先のこの白いプラパーツを外すのは慣れてないんですけど、もう一つあった方がいいっていうか、もうちょっとこっちにした方がいいな。あのもう何度もやってる作業で、あのただ黙々とやるのもつまんないので、お話をしながらと思ったわけです。よいしょ、ここはちょっとでもあんまりお話しする余裕ないかな。これかなり食い込んでるな、いいかな。まああの取れなければね、あのうんと金槌さんどこ行った、私の金槌さんは向こうかな、あら、あこれかな、こんなところに便利な平手が、ほら金槌さんがないや。まあこれで、で今日はね、ちょっと、アメリカのことをの話を聞きたいっていうお声が以前あったんですけれども、そうですね、ちょっと外そう。まずこれを見てください。このピアスです。このリング型のねピアスで、片方がエメラルドで片方がルビーになってるんですけど、これね、アメリカの両親が、まあ夫の両親が、お父さんがリタイアをしてから、東海岸からフロリダの方に越したんですけれども、母が病気がちだったのでね、気候のいいフロリダに越したんですけれども、気候のいいって言っても夏は暑いですけどね、フロリダは両親が住んでたのが
ハワイみたいに大規模であれじゃないんですけど、小さいあのフロリダの、あの島、あの、フロリダ半島の下のところの島でね、島って言ってももう道路一つでこうシューッと通過で、あの渡れるんですけど、フロリダはだから、あの、まあどっちかというと北から冬に、暖かい、あの日か、あの寒さを逃げてから逃げてね、観光しに来るっていう、まあまあゆっくり滞在しに来るっていう感じですかね。避寒地、寒さを避けるとこだったので、あのオフシーズンなわけなんですね、フロリダは、あの夏が。でだから何でも、あの安く済むのであの夏に行ったわけですね。そしたら私、あの8月生まれなんで、あのお誕生日プレゼントにね、このルビーの、このピアスを、プレゼントしてくれたんですよ。でその時にね、母が、アメリカの母が、あの私はエメラルド、あのお揃いよって、私とお揃いよって言って、あのしててで、まあ、あの本当にあの可愛がってもらった優しい母だったんですけど、あの情の深いね、あの優しい母だったんだけど、あの父より7、8年かな早くに先立って、で、あのアメリカの父が、あのいくつかの品を、まあ、あの向こうでは片身分けとかっていう表現はないんだろうと思うんですけど、私に、あの覚えててくれてね、これを、あの、まあ、片身ですよね、母の片身に、あの、まあ、送るのは、あのかけがえのないものだからっていうんで、あのアメリカに住んでる次男が帰国するときに、あの次男に託して、それで、あの私の手元に、あの母の思い出として来たっていう感じでね。で今、あの耳から外したんですけど、あのだいたいいつもね、あのこの色違いで これをやってるんですね、普段ね。なんか、あの大切なものです。それで、アメリカはね、あので後に、あのそうですね、皆さん、あ、そっか。でね、アメリカ、あのあんまり、あの両親に会いに行くの、両親に会いたくて会いたくて、もうエコノミークラスのね、あのあの座席で、ちょっとこれ無理かな、硬いな、かなり食い込んでます。ちょっとやめとこう、これ普段のやり方をやります。大体の方は皆さんそうされるんですよね。何でしたっけ、そう、その両親に会いたい一心でね、あのそのエコノミークラスの12時間の国際線の空の旅を辛抱してっていう感じだったんですけど、で、で、まあ、夫の出身のね、あの元々の、あ、これ何だね、これは使わない、東海岸の方も、あの兄弟がいたりとかするんでね、行って、まあそのついでに、まあ、ニューヨークシティをね観光したりとかした程度で、大してあの観光はしてないんですけど、あのすごく、あの思ったのはね、なんか観光、あのニューヨークシティ面白かったですけど、ただ街をね歩いてるだけでなんかワクワクするっていうかね、でしたけど、あの、観光地にいろいろ観光するよりもね、なんか、あのそうやって、あの生活を
経験するというか、行った時は私以外夫はもちろんですけど息子3人はアメリカ国籍を持っているので、私だけは観光ビザで3ヶ月しかいられないですよね。だから3ヶ月滞在してたので、結局生活を経験するわけですよね、向こうのね。でだから観光よりもね、グロッサリーストア、スーパーですよね、こっちでいう。でのお買い物とかね、もうパン、店内の通路の広さにびっくりしたり、それからパン売り場なんかね、ものすごいずらーっと、もう何種類もパンがあって、もうありとあらゆるパンがあったり、であとドリンク、ソフトドリンクの売り場なんかね、もうどれもこれもね、リカフって言って、例えばコーラだったらリカフだと金色なんですよねボトルっていうか缶がね、カフェインの入ってないコーラだとか、あとはカロリーゼロも色分けしてあってとかね、黒だったかな、日本でも出ましたけどね、もうありとあらゆる種類 のソフトドリンクがそんな方にあったり、あとチーズが安かったり、まあそうやって生活をね経験する。あれ、なんで私ここに貼っちゃったの、防水テープ、あらま、まあいいか生活をね、経験するのがすごく観光よりも、あ、そうそう、ヘミングウェイ の住んでたキーウエストもね、かつて1回だけ両親も一緒に、私の両親も一緒に行ったんですけど、その時に両親を連れて、キーウエストはフロリダの沖ですから、セスナ機でね、飛んでっていう感じで、でヘミングウェイの家とかいろいろ見たんですけど、まあ観光って言ったら私ナイアガラの滝とか行きたかったけど機会が結局なくて、もうとにかくアメリカでの生活の一時滞在だけど、それが楽しかったですね。でとにかくもうみんなフレンドリーでね、元気でねでびっくりしたのは、もうフロリダはもう夏って言ったらもう、もう太陽は半端なく強いんですけど、でも日本みたいに湿度がないから日焼けにはね気をつけないと、本当やけどしちゃうぐらいな感じだけど、過ごしやすいんですけど、でももうガンガン冷房が効いてるんですよ、どこに行ってもね。でそういう中でね、結構年配の女の人とかでもね、ショートパンツとタンクトップとかね、だから冷え性ってないのかなって思うくらい、私なんかもうカーディガンとか手放せなかったですけどね、冷房が効きすぎててね。だからもう本当に心身ともにエネルギッシュっていうかね、でよく例えば空港の空港の搭乗口から搭乗口までのシャトルバスみたいのでね、移動したりしてて、みんながわーっとそのバスの中で話をしてたりしてるんで、私が例えばね、ご家族ですかなんて聞くでしょ、シャトルバスって言ってもちっちゃいバスなんでね、そしたらね、あ、違うよっていう感じで、あ、じゃあお友達って聞いたら、違うよ、今ここで会ったんだよみたいな感じでねえーって
感じで、とにかくね、あのフレンドリーで明るくて、みんななんか伸び伸びしててね。だからあ、そうか、これ後ろに折り返すから失敗した。まあ一体化するからいいか。このぐらいね、折り返せるようにしときます。だから成田に帰ってきたり、その後その後ね、ちょっと日本のアメリカから帰ってきた後に電車に乗ったりとかするとね、なんかみんな疲れてるなみたいな感じで、すごく日本がストレスの多い国なのかななんてよく思ってましたけどね。で、ああ、こっち外しちゃった。何してるの？これもリボンをちょっと余分に取っといてありますね。端をね、余分を取っといて、こんな感じですね。おっと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 、こんな感じで余分に、うわ、結構慣れた作業でも話してるといつもの感じでいかないですね。で、そう、皆さんにね、お話したいというかね、ぜひね知っといていただきたいのは、お得情報なんですけど、まあよくね、安いものがいろいろ買えるっていうんで、いろんな韓国とか行かれる方多いですけど、アメリカはね、まあ実は後にね、両親とも高齢になってきたので、娘夫婦、夫の妹夫婦ですよね、娘夫婦の住んでる北の方の、娘夫婦の家の隣、まあ隣って言っても日本みたいにこうくっついてはないんですけど、の家が売りに出たんで、もさらにね、年を取る前にっていうんで、引っ越したんですね。でそっちの北の方は本当にあまり行く機会がなかったんですけど、とにかく冬に行ったんですが、そしたらね、その夫の妹がね、買い物行こうって言ってね、ミネアポリスにあるモール・オブ・アメリカって言って、日本で一番大きいショッピングモールがあって、でそこに買い物に連れてってくれたんですよ。ただね、もうね、クリスマスが終わった直後だったんですね。まあそれがだから買い物行こうって誘ってくれたんですけど、もうね、ディスカウント半端ないんですで、コピー商品とかね、そういうのが安く買えるとかっていう、そういうんじゃなくて、本当に本物がね、もうね半端ない。1日クリスマスが終わって1日経っただけで、ものすっごいディスカウントなんですね。で、もう、7割8割当たり前っていう感じ、 70% オフ 80% オフね、当たり前っていう感じで、で実はね、これこの指輪なんですけど、私はお恥ずかしいことにですね、夫と結婚してから1年目でも長男
を妊娠したんですけれども、それ以来もうだから1年ちょっとでもう結婚指輪が入らなくなっちゃって、お産妊娠中からお産にかけてね、3人分何キロかずつ増えちゃって、もうずっと入らなかったんですね。だから夫はもう30何年もその結婚指輪してますけど、私のはねまだピカピカですだから結婚指輪が入らないからね、まあそういうわけだったんですけど、もうそのモール・オブ・アメリカっていうところはね、なんていうかな、中が丸いこうものすごい広いんですよ。もうそのモール・オブ・アメリカの中に遊園地もあるぐらいな規模で、で、ここ失敗しちゃった規模で、もうね、こう丸いこう中にこう広い広場があって、もうそこから上何階だったか分かんないけど、ずーっと上見上げたらこう円になってね、2階3階4階5階6階7階8階みたいな感じでこう丸く通路になってて、その奥にこうお店が並んでるっていう感じのところなんですけど、もうその規模の大きさにびっくり仰天しましたけど、これいつも のスコッチの防水テープ1センチの5ミリですね。これで2本分ありますね、2メートルあるから。で何でした、まあそのとにかく8階です、忘れもしません8階。なんか夫とねブラブラ、もうその夫の妹はもう大きいバックパックね、リュック背負ってもう買うぞみたいな勢いなんだけど、私夫と私はねなんかブラ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 ウィンドウショッピングしてたんですが、8階にねダイヤモンド専門店があったんですよ。それでクリスマスが終わった後で、これなんとね 89% オフですよ、 89% オフでもう本当にダイヤモンドの専門店なんで、品質はもう信頼できるしっていう感じでね。でその 89% オフでもって考える、もうだからそうやってディスカウントかかってなかったらもう絶対私たちみたいな一般庶民にはね手の出ないような金額なんだろうと思うんですけど、なんだろうというかなんですが、まあ私たちって私と夫ですよそれで痩せるまで結婚指輪の代わりに買ってっていう感じで、で買ってもらったんですね。でそれ以来痩せるどころか後にね、40代の終わりかな、50前あ分かったのは50過ぎてからだな、ここね念のためにテープ養生テープしかないな、あここにあった、念のためにねここをくるくるっと、あんまりねあんまり中の方じゃない方がいいんですよね、この辺の方がこうやってしておきます。よいしょ、まあそんな感じでね、そう甲状腺機能低下症が見つかってねたんですけど、とにかく突然に激太りしちゃって、
だからもう痩せるどころかますます太って現在があるっていう感じなんですけどね。結婚指輪は私どうするんでしょうね。そういう感じで。アメリカに行かれるならクリスマスの後が狙い目です。もう本当に安くなりますね。であとアメリカで乗ってどのお店も全部そうかどうかは知りませんけど、まあ大体のお店がね、もう普通例えば洋服なんかを買うとしたら試着をして、でちゃんと確認をして買ったりとかしたとしますよね。で帰ってから着てみたけどどうもやっぱり気に入らないとか言うとね、すごい返品に寛大なんですよ。寛大っていうかどういうあれなのかね、返品を受け付けるんですよね。だからこれ失敗したなんて言ったら母がね、じゃあ返品返したらっていう感じで、でももう来ちゃったし何日かって言ったら、いや大丈夫よっていう感じでね、そういうこともそういうのもびっくりしましたね。でまあね、まあアメリカの思い出っていうか、ほとんどはもう両親の思い出なんですけどね。本当にまあ母はそうやって温かい人だったし、でなんか不思議とねそのアメリカの両親のところに行くとね、もうまあ気分障害に。なり始めの頃だったんでしょうね。もう、まあ、時差ボケもあるんではあるでしょうけど、もうすや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 もういくらでも眠れるんですよ。そしたらね、Did you sleep well? なんて言って、よくぐっすり眠れたって言って、シュアとかって言うと、もうよかったみたいな、グッドとかって言ってね、本当にね優しい母でした。で父はね今年の2月の終わりに亡くなったんですけど、本当に両親は本当にお互い愛し合っててっていうかね、愛情深くて、それを口にもしますしね、お互いね。で本当に母の晩年は、まあ、持病があったりして、もう母の看病が父の生きがいというか生きる支えだったんですけど、でも7年だか8年だか母を亡くした後ね、自分と一匹の猫ちゃんと暮らしてて、まあ娘夫婦が近くにいるから一緒に食事したり、いろいろ年取ってからは病院だとかいろいろ、あとゴルフ、好きなゴルフにね娘婿と一緒に行ったりとかってしてましたけど、でもまあその父はね、この今年の寒い時期にもうすぐ誕生日っていうのを前に亡くなったんですけれども、もう父はね本当にねもう父親像の典型っていうふうな感じの人で、元はもうおそらく世界父を最も尊敬してたと思うんですが、愛情深いというか懐が深くてね、物事の捉え方が、これピンクちゃんの8つボタンですね、こういうふうにボタンが8つあります。愛情深くてね、なんていうか、とにかく明るいんですね。で
これ本当に入ってないよね。あのその精神力も強いしね、あのそういう両親でした。で私はだからもう全然ね、あの向こうはあの嫁姑問題ってあんまりないみたいですよ結局あのあと子供は親の面倒を見るものだとか、あのそういう なんて言うんだろう、縛りがないから、あの親の方もね子供と一緒に暮らすとかっていうのはあんまり望まないし、子供は子供、自分たちは自分たちっていう感じで、あのそういうあの国民性があるから揉める必要もないのかもしれないですけど、あ今シリコンスプレーかけました。ね、あのこれね、ああこれ、ああ針押さえ入れる前に出さない方がいいんだ、これはめなきゃいけなくなっちゃう。そんな感じで、まあアメリカイコール両親の思い出っていう感じですけど、うんね、だから両親がいなくなってもうあ、ここ一本針がない。会社でやるかな。あ、ごめんなさい、ね、ガシガシ。これ、貝針、これ何？これ油？見てください、これ、レトロ。これ、ダンス系です。で、これ、あの、同じですね。あの、ブラザーの KH588 君と一緒です。1本だけありました。こっちはある、よかった。入れる、何でした。そう、そんな感じなんですけど、まあまたいろいろ思い出したら、あのアメリカのこともねお話したいと思う。あ、そういえばね、ニニニットの LINE の公式アカウントの方にあのお友達登録してくださった方の中で、あのアメリカにあの住んでおられる方がいらっしゃいましたよ。で日本に帰国した時にね、あの編機をねあのがっつり買ったんだけど2台しかあの持っていけなかったって持って帰れなかったって書いてありましたけど、だからびっくりしたんですけど、あれちょっと待って、これ幅が違う。嘘でしょ、勘弁してよ。この子のはどうしたんだろう。私外してだいたい保管しとくんだけど、ちょっと待ってくださいね。プラパーツがなかったら入るのかな。あら、まあプラパーツそもそも抜けないといけないみたい。この子はどうしましょう。あら、こんなことってある。ここで針押さえないですよね。なんかやるときにねまとめてできるように抜いちゃっとくんですよね、あの中確認したら。錆があるものはねもうあのひどくならないように錆を取っとくんですけど、あれ入らない、これも入らない。どうしたらいいんでしょう、こんなこと初めて。違うのかな、まあ、しょうがないや、できたのに。どうも違うみたいです、この子は。嘘。やっぱりそうでした。あのこのプラスチックのこのパーツね、これがなかったら入ります。こういうのもあるんですね。
どうしたんだろう、この子の針押さえついてなかったのかな。このね、ここが比較的外せやすそうなのを置いてある中から選んできて さっきやったのはね、他の子で使えるんで、この子をね、一生懸命こうやって、私のね、それがソフトな編み機用の金槌がないんです。ちょっと見当たらない。もう力任せ。プロパーツさえ取れればいいから、こういうこともあるんですね。一塊に抜いておいてあるから、ついてなかったとしか思えない。これだと動いちゃいますね。再利用しないから気が楽ですね。結構ね、見たことありますけど、1センチの板ね、細長い、それをね、それにスポンジと、リボンをつけて作られるっておられる動画を見たことありますよ。普通の市販の1センチのと、あと長さが十分にある板の棒、板じゃない、金属の棒ね。平べったい棒を使ってね、やるのを見たこともあります。ああ、こっちがんこだ。先が曲がっちゃうけど、後から直せばいいから。あ、取れましたね。こういう取れたら、こういう時にね、ネジサウルス君いいんですね。このガチッと掴むところが大きいからね、ねじれを直してあげて、ここもちゃんと均等にしてあげて、はい、できました。これで入ります。ピンクちゃんに入ります。はあ、もう一回か。これ使いますね。この実際に削る方を金属の方に向けて、間に差し込んでこうやってることね。軽く外で抜けただけでやっちゃったんですね。まだ掃除機ですよ。
が中央部分にだけテープが貼られた跡があるような感じ。楽です。隅にないか。もうこの彫刻刀もね、刃が欠けてるんですよね。一体何本のスポンジ交換したんだろう、ね、何十本だと思いますよ。めんどくさがりなのに編み木となると楽しいんですよね。その子でね、編みたいっていう気持ち一心で。結構爪を使ってね、このウェットティッシュの上から湿らせておいてあげると取りやすくなりますね。また はい、そういうわけでこれちゃんとしてピンクちゃんに入れたいと思います。で、皆様が送ってくださったあの作品の写真なんですけれども、本当にバラエティに富んださまざまな作品が届いてます。明日日曜日に夜になるかもしれませんが公開したいと思います。お楽しみに。はい、以上です。